今日も疲れたな。なあ、ちょっと飲みに行こうぜ。いいね。なあ、たまには金原も一緒に行かないか。今日は予定があって。そうか、じゃあまた今度な。すみません。あいつ飲みとか飯とか誘っても絶対来ないんだよ。付き合い悪いな。もう誘うのやめようぜ。ああ、そうだな。俺の名前は智也、38歳。今は工場の契約社員なんかをやっているが、これでも5年前までは IT 企業の社長だったんだ。大変です。社長の指示で投資していた仮想通貨が暴落しました。なんだって。月末には5倍になるはず。価値が50分の1に下がってしまい、来月以降に予定していた支払いができません。くそ、あの投資家適当なこと言いやがって。どうしましょう。このままだと会社は倒産です。そうだ、新開発した経理ソフトがあっただろう。あれを販売すれば相当な利益が出る。ダメですよ、あれにはプログラムに致命的なバグがあり、とても販売できるものじゃありません。いいからとりあえず売れ。バグのことは隠して販売しろ。そんな、どれだけ被害が出るか分かりませんよ。社長の俺に逆らうのか。いえ、そんなつもりは。あれを売っても損失を埋めるには全然足りません。なあ、お前ももう少し利口になれよ。どっちにしても会社の倒産は逃れられないんだ。最後に退職金くらい欲しいだろう。わかりました。ただいま。お帰りなさい。急だが会社が倒産する。え？投資がうまくいかなかった。負債を負わないように俺も自己破産して、このマンションや車、財産は全て処分する。そんな、いきなり。どういうことなの？これからどうやって暮らしていくのよ。ミキ、よく聞いてくれ。お前とは離婚する。離婚？離婚して私はどうしたらいいのよ。大丈夫だから落ち着く。財産を処分した金と会社の金の一部を慰謝料としてみゆきに渡す。5000万以上にはなるだろう。お前はしばらくそれで生活してくれ。俺は債権者から身を隠す。しばらく連絡できないから、そのつもりでいるんだぞ。俺の居場所がバレないよう、くれぐれも注意してくれよ。いつまで待ってればいいの？何年か。そうだな、5年してほとぼりが冷めたら戻るから、また一緒に暮らそう。できるだけ金は残しておけよ。あなた、それ本当にうまくいくの？大丈夫？もし債権者が私のところまで取り立てに来たら。離婚していれば問題ない。でも。お前は俺の言う通りにしてればいいんだ。あなたが変な投資なんかするからこんなことになったんでしょ。うるさい。絶対儲かるはずだったんだ。嫌ならこのまま離婚するぞ。お前だって金は欲しいだろ。本当に大丈夫なのよね？警察に捕まったりしないわよね？ああ、大丈夫だ。わかったわ、待ってるから。よし、これで5年我慢すれば大金が手に入る。こうして俺は妻に金を預け、誰も知り合いのいない遠くの地へ逃げてきた。身元がバレないようできるだけ人と関わるのを避けている。その後、経理ソフトの致命的なバグで倒産した会社が多数出たと知った。債権者たちはさぞかし俺を恨んでいるだろうな。しかし来月でようやく5年、この貧乏生活ともおさらばだ。みゆきに預けた金で豪遊生活だ。今日も疲れたな。あ、破産者マップ、なんだこれは。何何？破産者マップにあなたの情報が登録されました。破産者マップは自己破産した方の情報を登録し、ウェブ上の地図に表示するサイトです。なんだと。まさか嘘だろ。なんだこれ。名前も住所も元の会社の名前まで載ってるじゃないか。まずい、これはまずいぞ。登録削除、これだ。削除手数料20万だって。ふざけんな。明日になれば工場の給料が入る。それで削除依頼するしかない。破産者マップなんていいもんがあって助かったよ。金原、やっと見つけたぞ。俺たちは忘れてないだろうな。一緒に来てもらうぞ。
はい。よくもまあ騙してくれたな。お前が会社を立ち上げた時、俺たちが面倒を見てやったのに恩をあだで返しやがって、お前のせいで会社が潰れて一家離散したやつや、それ以上にひどいことになったやつもいるんだぞ。すみませんでした。今さら謝られても仕方ない。あの、どこに行くんですか？お前もよく知ってるところだよ。まあ楽しみにしてな。ここはお前が最初に営業に来た俺の工場だ。覚えてるか？お前は買ってくださいって土下座して頼んだんだよな。俺が悪かったです。今は金がないですけど、少しずつでも返します。許してください。何を今さら。お前、あの経理ソフトが不良品だって知ってて売ったんだろうが、最初から俺たちを騙すつもりだったんだろう。騙すなんて、そんな知らなかったんです。本当に信じてください。俺も被害者なんです。会社は潰れ、嫁には逃げられ、金もなく日雇いの工場で働く毎日。なんとかやっと食べていけるくらいの稼ぎが精一杯で、ここさえ乗り切れば金を手にして海外にでも逃げよう。もう金はいい。今さらなくなったものは戻らない。じゃあ。だがただでは許せねえ。俺たちに一発ずつ殴らせろ。え？それで水に流してやるよ。それだけ？三発殴られるだけで許してくれるのか？ちょろいな。ラッキー。なんだかんだ言ってこいつらは甘いんだよ。ちょっと泣いたらすぐ情けをかけて騙される。騙した俺が悪いんじゃない、簡単に騙されるお前らが悪いんだからな。そうだ、一発殴られたら大げさに痛がろう。泣いて痛がれば一発でやめるだろう、このお人よしのバカどもは。さあどうする？わかりました、思いっきり殴ってください。よく言った。お前が逃げたり反撃したりしないように縛らせてもらうぞ。逃げたりなんてそんな。一応だよ、お前が嫌ならこの話はなしだ。わかりました。一人一発、三発殴ったら解放してくれるんですよね？男に二言はねえ、安心しろ。じゃあ準備するか。あのそれは。だから言っただろ、一人一発殴るって。不動産投資？家賃収入、羨ましい。働かなくてもお金が入ってくるってことでしょ？それって不労所得ってやつだよね。もう派遣の仕事もしなくていいの？そんなの夢みたい。なんでよ、私は投資のために買ったのに、なんでそれがダメなのよ。そんなこと聞いてない、聞いてないわよ。私は京子、34歳、派遣社員をしている。未だに独身で正直焦っている。このまま派遣の仕事をしていても不安定だし、結婚するにしても肝心の相手が。ちょっと聞いたる？え、なんだっけ。もうさっきからスマホばっかり見てる。美穂は私の学生時代からの親友だ。私とは違ってちゃんと正社員で働いている。ゲームでもしてるの？実はこれ始めたの。え、マッチングって。何よ、美穂はいいじゃない、正社員で将来の不安もないし。それなら正社員で働きなよ。なれるものならとっくになってるわよ。諦めないで頑張りなって。いいの、こっちで頑張って玉の輿に乗るから。やった、マッチした。それから私はマッチした何人かの男性と会ってみたが、写真と正反対だったり、明らかなコミュ障だったり、明らかなコミュ外だったり、どれもこれも外ればっかり。どうせまたろくでもないやつが来るに違いない。もう期待しないし、これで最後にしよう。一応スペックは高身長で高学歴で。京子さん。え、加藤さん？やだ、写真通りのイケメン。
写真よりもずっとお綺麗ですね。加藤さんも素敵です。じゃあ食事に行きましょう。予約してあるので。ここは5つ星のフルコースをいただけるんですよ。すごい。もちろん今日はご馳走します。でもそんな。京子さんに会えたお祝いです。加藤さんは会社を経営されてるんですか？ええ、不動産もいくつか。不動産、これは当たりじゃない？見た目もかっこいいし、会社経営で金払いもいい。間違いなく玉残し。京子さんは派遣社員ですか？あ、はい。なかなか正社員になれなくて。でも本当はちゃんと就職して母親に親孝行したいんです。お母さんに？はい、私は母子家庭で育ったので。本当ですか？実は僕も母親に女手一つで育てられてここまで大きくしてもらいました。加藤さんも？だから京子さんの気持ちはよくわかります。すごい偶然ですね。いや、運命かもしれません。運命。それから私たちは結婚を前提にお付き合いをスタートさせた。ここは半年先まで予約が取れないんだよ。わあ、美味しそう。何でも好きなもの食べて。じゃあ中トロ。加藤さんはいつも人気店に連れて行ってくれてご馳走してくれる。こんな太っ腹なお金持ち絶対に逃したくない。あの、今度私の母に会ってほしいの。君の？もちろんだよ。早く結婚して安心させたいから。その前にこれ。腕時計？こんな高いもの受け取れないわ。いいんだよ、君にプレゼントしたかったから。でも気にすることないよ。いくつか不動産を持ってるって前に話したよね。あれは不動産投資のことなんだ。不動産投資？家賃収入だよ。毎月かなりの額が入ってくるから。家賃収入、羨ましい。働かなくてもお金が入ってくるってことでしょ？それって不労所得ってやつだよね。もう派遣の仕事しなくてもいいの？そんなの夢みたい。君もやってみたら？私？無理無理。だって不動産なんてないもの。それなら買えばいいんだよ。買えばって、そんなに貯金もないし。ちょうどいい物件がある。借金して買ってもすぐに返済できるくらいの優良物件だ。僕が買おうかと思ってたけど、買う気があるなら君に譲るよ。でも借金するのはちょっと。確かに躊躇するよね。気持ちはわかるけど、それでお母さんに楽をさせてあげることもできる。お母さんを。もし家賃収入が入ってくるなら確かに母さんを援助してあげられる。それに信用できる加藤さんがここまで進めてくれてるし。これを断って付き合いにくくなるのも嫌だな。私は加藤さんと結婚したいし。私、投資してみようかな。どうも、田島と言います。田島さんは有能な不動産業者なんだ。まず優良物件は3000万円になります。3000万円？心配しなくてもいいよ。ローンを組めばいいから。こちらのプランになります。住宅ローン？フラット35とは国が創設した長期固定金利の住宅ローンです。はあ。居住用のマイホームを購入するためのローンで、金利も安いのが特徴です。でも私住みませんよね。投資するために買って貸すだけで。もちろんです。住民票を移すだけで構いません。その手続きはこちらで代行いたします。これで君も資産家の仲間入りだ。資産家？そうです。とてもいい物件ですので、すぐに借り手も見つかるでしょう。家賃は確実な収入源になりますから、これであなたも家主というわけです。家主か。でも私は派遣社員で、そんな大金を借りられますか？問題ございません。ただ正社員の方が心証が良いので、こちらの書類には正社員と記入を。あと年収も240万ほど上乗せしましょうか。それって嘘じゃ。これくらいどなたもやってますから。本当に？早く契約して式場を見に行こう。式場？今から？ああ、もう待ちきれないんだ。わかったわ。なんかいいことあった？やっぱりわかる。正社員の仕事が見つかったとか？まあそんなどうでもいいことじゃないって。もっと大きいこと。
まさか彼氏ができたの？そのまさかよ。しかも結婚するの。本当に？何にも聞いてないよ。先に幸せになっちゃってごめんね。どんな人なの？めちゃかっこよくて、会社経営で不動産投資もしてる。金払いもいいし、もう将来の心配もしなくていいの。じゃあ仕事は辞めるの？辞める辞める。それに私もう働かなくてもいいんだ。結婚するから？それもあるけど、資産家になっちゃったから、家を貸して家賃収入だけで暮らすんだ。真似されると嫌だから、美穂には教えない。私の方が幸せになるんだから。また出ない。仕事が忙しいのかな。ダメだ、既読にもならない。もう1週間、加藤さんと連絡が取れない。あんなにやりとりしてたのに。結婚式の日取りだって決めたのに。まさか事故にでもあったんじゃ。どうしよう、すぐに駆けつけなきゃ。私、加藤さんの家に行ったことがない。でも待って、確か家の近くにジムがあるって言ってた。パン屋がすぐ裏にあるって。あの近辺に住んでるはずよ。私が助けに行くから待ってて。ジムにパン屋がある。確か4階だって言ってた。だからここら辺のマンションだわ。私に連絡できない事態に陥ってるんだ。急がないと。加藤さん、よかった、無事なのね。ずっと連絡が取れないから心配してたのよ。てっきり事故にでもあったかと思って。でも無事ならよかった。仕事が忙しかったの？ねえ、結婚式の日取りのことなんだけど。あんた誰？え、何言ってるの？気持ち悪い、向こうに行ってくれないか。ちょっとどうしたの？私よ、京子よ。知らないな。そんな、知らないんだよ。どういうことなの？あれは間違いなく加藤さんだった。それなのにどういうこと？まさか、まさか私か、加藤さん？そうよ、加藤さんが私を騙すはずがない。何かの間違いだったのよ。ニコニコ金融のものですが。え、ローンを組んだ？そうです、今回お伺いしたのは、お貸しした3000万円を一括返済していただくためです。一括返済？今すぐ3000万円を一括で返済してください。な、何わけのわからないこと言ってるのよ。今それどころじゃないの。それに35年でローンを組んだはずよね。それを一括でって、頭おかしいんじゃないの？ちゃんと契約書に明記してあります。フラット35はあくまで住居用のローンです。しかしあなた様はあの家に住んでいませんね。それは住居用ローンを不正に組んだ場合、一括返済していただく契約です。最近は投資するために悪用する方が多いんですよ。そんなの何も聞いてない。私は知らなかったのよ。不動産業者から何も説明されなかったの。しかし契約書には記載されています。私は知らない。私は悪くない。サインをしたのも、ハンコを押したのもあなたですよね。そうだけど、ちょっと待って。おかけになった電話番号は、嘘。3000万円一括返済していただきます。なんでよ、私は投資のために買ったのに。なんでそれがダメなのよ。そんなこと聞いてない、聞いてないわよ。その後、私は泣く泣く買ったばかりの家を売却することにした。3000万円近くで売れたら借金を背負うことはない。もしかしたら3000万円より上だっていう可能性もある。だってこの家は優良物件のはず。1000万だね。1000万円？嘘でしょ、私この家3000万円で買ったのよ。その値段はないな。もともとこの家の価値は2000万円もないよ。そんな、あんたは騙されたんだよ。悪徳業者がその差額の1000万円を懐に入れたのさ。ひどい。今は悪徳業者もやり手でね、マッチングアプリで客を引っ掛けるわけ。結婚をちらつかせて、信用させて、借金投資させるって手だ。それじゃ2000万円の借金を背負うの？加
返せるわけがない、返せるわけが。山本さんですか？あ、はい、京子さんですか？写真の通り素敵な方ですね。京子さんもお綺麗です。じゃあ食事に行きましょう。いい店を予約してるんです。ここ予約が取れない人気店なんです。でも高いんじゃ。心配しないでください、今日は私がご馳走しますから。いや、でも遠慮しないで。実は臨時収入っていうか。臨時収入？私不動産投資をしてるんです。あれから私は不動産投資を進めてローンを組ませる側に回った。それは悪いことだと分かっている。でもそうしないと借金が返せないんだ。家賃収入に興味はありますか？働かなくても確実な収入源になるんです。いや、でも僕にはそんなお金が。お金がないならローンを組めばいいんです。ローンって借金ですよね。借金投資をしてもすぐに回収が。僕は借金だけはしたくないんで。またダメだった。一人だけでもローンを組ませることができれば借金はかなり減るのに。どうしたの？元気ないけど。ちょっとね。美穂には失恋したと嘘をついて借金投資で騙されたことは言っていない。だって惨めだし、お説教されるだけだ。かといって美穂を騙してローンを組ませることはできない。そういえば京子に謝らなきゃ。謝る？実はね、私もマッチングアプリやったの。え？それでね、その相手と結婚することになったんだ。嘘。年下のサラリーマン、平凡な感じだけどとっても優しくて愛してくれるの。式は来月だから、もちろん京子も。なんで美穂だけ幸せになるの？同じマッチングアプリなのに。どうして？私が騙されて借金を背負わされたのに、私がこんなにも苦しんでるのに、なんて幸せそうな顔してるのよ。親友なら私の苦しみを分かち合ってくれるものじゃないの？そうよ、親友だもん。ねえ美穂、不動産投資って興味ある？また美穂からだ。美穂には5000万円のマンションのローンを組ませた。その差額でかなり借金を減らすことができたんだ。きっと投資だとバレて一括返済を迫られたんだろう。でも美穂には結婚相手がいる。いくらでも助けてもらえばいいじゃない。だから別に大丈夫よ。やっぱり結婚相手に助けてもらったのよ。そういえばもうすぐ結婚式じゃ。私も不正ローンのことは知らなかったと言ってお祝いに行こうかな。知らなかったんだから仕方ないよね。親友なんだからきっと許してくれるはず。ん？知らない番号？もしもし？もしもし、京子ちゃん。私、美穂の母親だけど。あ、お母さん、久しぶりです。それがね。美穂が死んだのよ。え？自殺したの。自殺？結婚するはずじゃ。なんでも投資に失敗したとかで婚約も破棄になったの。そんな。私のせい、私が美穂を殺した？私が。やだ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 。上がって上がってちょうだい。私を殺さないで。私の名前は日暮真理香、45、単身赴任中の夫と20歳の大学生の娘と暮らしている。夫は取り立てて収入が高い方ではない。なのに専業主婦をやらせてもらっているのは旦那の恩情だ。私はその夫の気持ちに報いるために日夜節約を頑張っていた。
大根180円？こっちのスーパーの方が安いと思ってきたのに無駄足じゃん。丸いスーパーの方が30円安いよ。しゃあない、引き返すか。マリカ？え？マリカ、久しぶり。元気だった？おお、元気だよ。あれ、会うのはミカの結婚式以来だっけ？そうだよ、ほんと久しぶり。会いたかった。この子は大学時代の同級生のリオ。リオは確か今も独身のはずだけど。高級牛肉にイクラ、ウニ？ん？どうかした？え、あ、今日はパーティー？え、何もないよ。普通普通。何もない日にこんな高級食材を？すごいね。私とは違う世界に住んでるみたい。マリカ面白いこと言うな。だって私、50円の差でスーパーはしごするような毎日だからさ。リオが羨ましいよ。この後時間ある？ちょっと話さない？え、いいけど。これが全ての始まりだった。私はリオと喫茶店に行き、そこですごいものを見せられたのだ。これ、私の通帳。通帳？え、1億？そう、1億5000万円。ま、老後まではまだまだ貯めるけどね。すごい。でもどうやって？マリカも始めてみる？FX。 FX？ 初めて足を踏み入れる世界だった。 FX とはある国の通貨を別の国の通貨に交換するときに生まれる差額を利益にする方法なのだという。基本的には海外旅行の時にある外貨両替と同じ取引を行うのね。試しに1万円かけてみようよ。1万円？そんな大金。今チャンスなのよ。ほら、ここ見て。これは上がるよ。1万円かける？かけてみる。そう来なくっちゃ。よし、1万円分買ったよ。ほらほら、いい感じ。よし、ここで売る。ほら、この一瞬で5万円儲けた。嘘。はい、これ5万円あげる。え、でも私は何も。マリカが出資者なんだから、マリカのものよ。 FX ってそんなに簡単に稼げるの？まあね、損をする可能性もあるけど、ちゃんと知識をつけて挑めば大きく負けることはないし、なんて言ったって数分で数万円を手にすることができるからね。主婦のお小遣い稼ぎにはぴったりだよ。さっき私とは違う世界に住んでるって言ったよね。こっちの世界に来る？え？こうして私は FX を始めた。好調が続き、私はどんどんお金を投入するようになっていった。半年ほどで私はどっぷりと FX 沼にはまり込んでしまったんだ。さーて、相場チェックしますか。あれ？何これ？2時間前に見た時はプラス50万だったのに、私の利益は？はあ、ちょっと待って、何この数字。ちょっと見ていなかっただけで。どうしよう、損切りした方がいいのかな。ううん、そんなことしたら損失を確定させることになる。あ、上がるわよ。大丈夫よ、私のポジションはこれから上がる。確かに今は下がっているけど、ジャンプの前には一度腰を落とすでしょ。次の上昇の予兆なのよこれは。勝つために攻める。負けてる今こそスイカロング。ちょっと増えたと思ったら5秒後には数万単位で下がって、その1秒後にはまた上がってる。どうしよう、家のお金が溶けていく。やだやだやだ、殺さないで。神様、助けて。結局私は家のお金に手を出し、600万円の損失を残して終わったのだった。お母さん？お母さん？うちは破産よ。え？うちにはね、もうお金がないの。のぞみの学費もなくなった。あ
私は違う世界に行くはずだったのに。もうちょっとだったのに。違う世界？何言ってるの？のぞみ、お母さんと一緒に夜の仕事しましょう。え、やだよ。まだとか言ってる場合じゃないのよ。600万円補填しないと離婚になるかもしれないでしょ。若いあんたならきっと高く売れるんだから、協力するのが当たり前でしょ。家族なんだから。やめて、ぶつのはやめて。私は激安ピンク店で働くことにした。毎日身を粉にして汚い親父の相手をする日々、私はどんどん消耗していった。あのさ、可愛いお姉ちゃんがいるって言うから来てみたら、なんだよ、ババアじゃねえか。すみません。60分7000円の風呂屋に可愛いお姉ちゃんなんかいるかっつーの。あんたいくつなの？髪に白髪混じってるよ。白髪？600万円、それは45歳の社会経験のない私には途方もない数字に思えた。ほらほら、へばってるんじゃないよ。いや、私はピンク店で発狂し仕事をクビになった。その後はバイトを転々とした。ねえ、この大根、あっちのスーパーだと30円安いのよ。だから負けてくれない？それはちょっとできないと思います。は？なんでよ。店長にも聞かずにできないってどういうこと？あんたに何の権限があるっていうの？え、そんな常識じゃないですか。常識？私が非常識だっていうの？ふざけんな！お客さん、どうされました？どうもこうもないわよ、この女。何なの？真っ青な顔してレジ打ってさ。私が30円値下げしてほしいって言ったらできないの一点張りよ。そうだったんですか。すみません、30円引きで大丈夫です。私がレジを打ちますね。わかればいいのよ、わかれば。あんたみたいな女、早くやめちゃえばいいのよ。ムカつくことがあると我慢できなかった。結局1ヶ月くらいですぐにバイトを辞めてしまう日々。食べ物はどんどん質素になっていった。お母さん、今日のご飯。そのキャベツの葉っぱよ。キャベツの葉？嫌なら自分で稼いで好きなものを食べなさい。お母さん、違う世界に行きたい？は？何の話？前に言ってたじゃない、上事みたいに何度も。ああ、そんな甘い世界どこにもないわね。そっか、はい、これ。え、何？100万円。100万円？どうしたの？稼いできたの。稼いできたって、どうやって？ FX で。 FX？ お母さんの仇を討つためだよ。私 FX でお金を取り返す。取り返すって、軍資金はどうしたの？ママのお友達に借りた。え？自分が自滅した FX を娘がやっているのに止めないのかって？止めなかったわ。だって私のお金じゃないもの。のぞみは勝つと私にお金を持ってきてくれた。その額は月に100万円になることも。私は借金もなくなり、悠々自適な生活を満喫することができた。エステにショッピングに、私は毎日遊び歩いたわ。娘にこんな才能があるなんて思いもしなかった。私は勝ち組、リオと同じ世界の住人になったんだわ。でもそんな日は長く続かなかった。のぞみ、今月のお小遣いまだ？ごめん、お母さん負けてる。は？負け？最近調子良かったから突っ込んだんだ。そしたらとんでもなく下がって。貸してみなさい。嘘でしょ。損失1500万？私は知らないわよ。お前が借りたんだから私に迷惑かけないでよね。うん、分かってる、大丈夫。私にはあと2000万円入る予定だから。は？なんて。お母さんのお友達 FX で儲けてるんじゃないよ、賭けをしているの。ターゲットが半年以内に死ぬかどうかの賭け。
私はお母さんが半年以内に死ぬ方にかけてお金を前借りでもらったんだ。だからね、別に負けてもよかったの。いい社会勉強になったよ。ありがとう。昔から全然母親らしいことをしないあんたが憎かった。極度の主戦度で私には外食一つさせてくれなかったよね。節約節約って。あんたはいい妻であることに誇りを持っていたようだけど、私はそのせいでいじめられてた。それに FX で借金を作った時には間髪入れずに私に夜の仕事をするように言ったよね。あんたなんか母親じゃない。お前みたいなゴミは必要ない。助けてお願い。お母さん言ってたよね、違う世界に行くんだって。よかったね、あの世に行けて。大変です。え、何？とにかく物件の方に来てください。詳しいことは来てから話しますので。こんにちは。あ、さやさん、どうしたんですか？近くまで来たからさ、ランチでも一緒にどうかと思って。いいですね。私の名前はマリカ、33歳。仕事は薬剤師で年収480万。今のところは人生順調だけど、結婚はまだどころか彼氏もいないし、老後とか将来に不安があるんだよね。私が辞めてからどう？もう大変ですよ。人は足りないし、給料は上がらないし。さやさんは転職してどうですか？楽しいよ。いいな。不動産関係でしたっけ？そうそう、今はマンションの投資関係を担当してるよ。投資ですか？マリカ、興味ある？なくはないですね。うちの会社がやってるのはワンルームマンション投資なんだけど、知ってる？詳しくは知らないです。まずマンションの部屋を買うでしょ。だいたい3500万くらいがおすすめかな。うわ、たっか。購入はローン組めるから大丈夫だよ。それで買った部屋を他の人に貸してもらう家賃が利益になるってわけ。アパートの大家になる感じですか？そうそう、そんな感じ。でもローン払うんですよね。例えば家賃10万でマンションのローンが月々10万なら、そのままスライドすればいいでしょ。なるほど。あ、だけど入居する人がいなかったら家賃はもらえないじゃないですか。そういうのが心配ならサブリース契約がおすすめ。サブリース？契約した会社がオーナーに代わって賃貸の運営をやってくれるの。入居者募集や部屋の管理も任せればいいし、空き部屋の家賃補償もあるよ。へえ、それはいいですね。でしょ、老後とか心配じゃない？心配です。年金や保険だと思えば高くないし、もし地価が上がって値上がりしたら売ってもいいんだよ。なんかいいことしかないじゃないですか。私でもできそうな投資ですね。年収500万くらいで投資してる人もたくさんいるからね。パンフレットあげるから、今度会社の方に詳しく話聞きに来てよ。来てくれたんだ。ワンルームマンション投資に興味湧いちゃって。よかった。こちらマリカを担当する佐々木くん。佐々木です、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあ、あとはよろしくね。早速ですが、新築のワンルーム物件でいい出物がありまして。どれもいいですね。内見もできますので、これから行ってみますか？はい、いい部屋ですね。駅からは少しありますが、周りも静かですし、人気になると思いますよ。私は一目で部屋が気に入り、購入とサブリース契約の手続きをすることにした。707号室の購入で3500万、35年ローンで月々10万のボーナス月は別途ということでよろしいですか？はい、お願いします。それとサブリース契約ですが、手数料として家賃収入から 10% 引かれます。だと私がもらえるのは実質9万円ですか？はい、そうなりますが、退去の際の清掃費用なども基本は当社で負担しますので、損はしないですよ。家賃保証の方は？空室の期間は家賃の 80% をお支払いいたします。8万円。そうですね。入居している時はローンの差額1万円、空室の時は2万円払うのか。それくらいなら。わかりました、それでお願いします。
私のマンション、これで老後も安泰ね。購入した707号室は綺麗に使う人が多いからと不動産屋に勧められ、部屋の貸し出しは女性限定。すぐに入居者が決まり、順調にサブリース契約がスタートした。え？解約？はい、急な転勤が決まったそうで。次の入居者は？まだ決まっておりません。募集はしていますが、転居や移動などのシーズンから外れていますので。なるべく早めに見つけてください。入居者はまだ決まらないの？家賃保証はあるけど、毎月2万の出費なんだから。男性の問い合わせはいくつかあったのですが。じゃあ女性限定じゃなくしたら？それなら入るとは思いますが、大丈夫ですか？いいから。今来てる人の資料とかないの？それはありますけど。ちょっと見せて。あ、この人でいいんじゃない？この方は40歳男性で、陰気というか内向的な印象でしたね。いいから、もうこの人で決まり。もう少し吟味した方が。入居者がいないと困るんです。そうですか。もともと心を病んでいたようですね。これって事故物件になるの？そうですね、心理的瑕疵に該当します。私のマンションが事故物件。提案なのですが、家賃を下げてみてはどうでしょう？え、値下げ？こういった瑕疵物件は普通の家賃ではなかなか借り手がつきません。8万円ほどに値下げすれば入居する方もご納得されるかと。結局家賃は8万円に値下げすることにした。それでもなかなか入居者は現れず、家賃保証は6万4000円しか出ない。ローンとの差額3万6000円は私の自腹。もう最悪なんだけど。もう最悪ですよ。それでもうマンションを売ろうかと思うんですけど。それはやめた方がいいと思う。どうしてですか？持っててもお金ばっかりかかって。サブリースの契約書ちゃんと読んだ？一応は。サブリースの契約期間中は勝手に売却できないって書いてあったでしょ？は？そんなこと書いてました？どうしてもって言うなら、サブリース解約の違約金を払えば売れるけど。そんな。サブリース契約の期間は10年です。じゃあ10年待った方がいいよ。地価が上がれば貸し物件でも資産価値が高くなるから。はあ。相談って何ですか？次の入居者の件なんですが。見つかったの？はい、一応入居者希望がありまして。どんな人？若い男性です。すぐ貸せばいいでしょ。ちょっと問題が、相手がルームシェアで使いたいと希望してまして。カップルとか？いえ、友達5人なんです。5人？ワンルームで？基本お一人様かご家族での入居だと説明したのですが、どうしてもと。あの、の件は？もちろんご説明しました。その上で家賃を2万円上乗せしてもいいそうです。本当？しかし私はお断りした方が良いかと思います。なんでよ。人数が多くなると騒音でのクレームや部屋の痛みが早いなど何かとトラブルの原因になります。それに何？その男の件を説明した時に笑ったんですよ。笑った？それがどうしたの？人が死んでるのに笑うって気持ち悪くないですか？そんなこと気にしないって笑ったのかもよ。そうなんでしょうか。入居者が入らないとお金にならないし。まさか入居させるつもりですか？8割の保証だけじゃローンきついのよ。マリカさんの自己責任ということなら。はいはい、自己責任了解。本当にいいんですね。だからしつっこい。わかりました。大変です。え、何？とにかく物件の方に来てください。詳しいことは来てから話しますので。あ、ちょ、切れちゃった。警察？あの、何かあったんですか？すみません、関係者の方以外は。私、この部屋の家主なんです。あ、マリカさん。警察来てるけど何があったの？です。
また？それが今回はもっとまずい事態で。どういうこと？とりあえず中を見てください。中を見ればいいのね。何よ。覚悟してみてください。何よこれ。ルームシェアで住んでいた5人が全員血まみれで死んでいたそうです。お互いを刃物でめった刺しにしたらしく。どうしてそんなことを。残された遺書に5人は志願者で死ぬのに最適なここを借りたと。なんでこの部屋。それも遺書に。すでに人が死んでいる部屋は霊道が開いていて迷わず成仏できるとかなんとか。はあ、ふざけんじゃないわよ。どいつもこいつも人の部屋で勝手に死にやがって。迷惑なんだよ。今回の現状回復ですが、敷金を引いても清掃費用が30万ほど手出しでかかります。そんなにかかるの。血しぶきの汚れがひどくてですね。あーもう早く次の入居者探してよ。それなんですが、ここまでの貸し物件ですと家賃5万円でも入るかどうか。は？5万？申し訳ありませんが、私どもの家賃保証も5万円で計算させていただきます。それじゃ保証は4万円。全然ローンに足りないじゃない。あーもうやだ。もう売る。サブリース契約の違約金も払う。多少損しても関係ない。このままじゃずっと赤字だもの。資産どころか老後の貯金もなくなっちゃう。残念ですが、今の資産価値は半値以下、2000万近く残価が残りますよ。そんな、なんとかしてよ。責任は入居者の選定をしたマリカさんにありますので。私が悪いっていうの。私はやめた方がいいと忠告しました。それを無視なさいましたよね。でもまさかこんなことになるなんて思わないわよ。もう一度言いますが、自己責任です。清掃費用についても請求はマリカさんにさせていただきますのでご了承ください。私の部屋こんなに汚れて。いた？またですって。嫌だわ。これで7人目でしょ。最後はオーナーさんらしいわよ。ほんと呪われてるんじゃない、あの部屋。707号室。生活ですか？もうカツカツですよ。今後政府に何を望みますか？少子化とか物価上昇とか、政府が対策を考えるたびに負担が増えてるだけなので、望むのは減税だけです。あとはもう何もしてほしくないですね。この人バカだね。不安なら自分で稼ぐ努力をすべきよ。辛辣。簡単に稼げないからみんな不安なんでしょ。あら、私は不安なんてないけど。どうして？私は用意周到な女なの。ワンルームマンション投資で将来設計も完璧なのよ。私の名前は京子、30歳。年収400万で気ままな独身生活を楽しんでいる。2年前の私もその他大勢と同じように将来への漠然とした不安を感じていた。物価は上がるし、何かと理由をつけられて増えていく負担の数々。しかも男運ゼロで結婚も絶望的。素敵だと思った先輩がすでに既婚者だったりね。2年前。はぁ、プロセッサー今日も爽やかで素敵です。京子ちゃん、ため息なんかついてどうしたの。そして優しい。黒瀬さんは45歳、先輩だけど選ぶったところもなくて後輩思いの優しい男性で私の憧れの人。既婚者で筋金入りの愛妻家なのは社内でも有名な話だ。私の入り込む隙間はゼロ、賞賛なし。 いえ、今月もちょっと厳しいなと。将来を悲観していただけなのでお気になさらず。その気持ち俺もよくわかるよ。ん？生活するだけでも大変な時代だからね。保険がないと心配なのは当たり前さ。保険？ワンルームマンション投資さ。知識ゼロでもスタートできる投資生活、働かなくても気づけば溜まっていく不労所得。京子ちゃんも始めてみない？興味はあるんですけど
私不動産のことも投資のこともさっぱりで。心配いらないよ。ワンルームマンション投資のいいところは初心者でも始めやすいところなんだ。どうして初心者でも始めやすいんですか？サブリース契約っていうのがあるんだけど、それを利用すれば面倒な賃貸管理業務を丸投げできるし、仮に部屋が空室でも家賃保証があって賃料を受け取ることができるんだよ。私がオーナーになってサブリース会社に部屋を貸して管理を任せちゃえば、何もしなくても収入が入ってくるってわけなのさ。黒瀬さんの紹介でワンルームマンションのオーナーになってからもう2年か。彼元気かな？黒瀬さんは2年前不動産投資コンサルティングの会社を立ち上げるために退職している。だから彼の近況を知っている人はほとんどいない。そんなにいい物件本当にあるの？あるよ。邪魔の手線近くの新築マンションの104号室で。で、あんたはそのためにいくらの借金をこさえたの？借金じゃなくて投資です。2年前に 1.7% の35年ローンで、35年ローンで金利 1.7%、 融資額2800万、返済総額はおよそ3700万、年間の返済額がおよそ106万、サブリース契約で 90% の家賃保証で支払われている家賃は9万。すごいでしょ？何がすごいの？年間の返済額よりも年間の家賃収入の方が多いのよ。よく考えなよ。固定資産税とマンションの維持費もかかってるんだよね。管理費と修繕積立金が月7000で、固定資産税が6万くらいだけど、ボーナスで補填できるもの。投資物件なのに手出しがあったら意味ないんじゃ。私は将来的な資産価値も考慮してるから大丈夫。物件のある場所は再開発需要が高まってるらしいから、数年後には家賃も上がる可能性があるって言われたし。優香も始めたくなったらいつでも言ってね。信頼できる不動産会社があるから。どうして振り込まれているお金が8万2000なのよ。9万円の家賃保証があるはずでしょ。9万円思い違いをされていませんか？サブリース契約書に 90% ってきちんと書かれているわよ。はい、ですからご契約通り 90% の賃料8万2000円が支払われています。え、8万2000で 90%？ 現在の賃料は9万2000円になっています。2年ごとに賃料の見直しが行われることは契約書にも記載されているはずですが。嘘。今は赤字でも将来的には黒字になっていく方がたくさんいます。開発が遅れているようですが、ここは再開発需要が高まっているので今が辛抱の時です。でも赤字が大きくなったらローンの支払いが。ご安心ください。当社には紹介制度というものがございまして、新規のお客様をご紹介いただき契約が成立する運びになれば、礼金として40万円のお支払いをしております。40万？京子様にはいつもお世話になっておりますから、特別に上乗せして60万円で。また物価上昇だって、いつまで続くのかしら。だね。ところで優香、最近はどう？何が？お金よお金。この会社給料は全然上がらないし、社会保険料も値上がりしたせいでまた手取りが減ってたじゃない。あー、社会保険料は地味にきついね。じゃあワンルームマンション投資始めてみる？それは絶対にやらない。前に話をされた時いろいろ調べてみたの。ギク。利回りが 6% 以下の物件は買っちゃダメとか、サブリース契約は賃料が下がるリスクもあるとか、維持費は上がっていくのに資産価値は下がる可能性もあるとか。考えることが多すぎて私には無理。十分な知識もないのに手を出してやけどしたくないもの。そう。京子は大丈夫？大変なことになってない？ワンルームマンションの話を聞いた時気になって見てたんだけど、京子が言ってた物件と同じものがあって、売却価格が2500万だったの。え、あのワンルームマンションって不動産会社と銀行の提携ローンになってることがあって、通常価格よりも割高になってることも多いみたいで。へえ。
イラつく。ゆうか、私のことバカにしてるんじゃないの？ちょっと知識をかじっただけのくせに。私は紹介料で大儲けしてやるんだから。私はワンルームマンション投資の赤字を補ってゆうかを見返してやるために行動した。紹介できる知り合いがいなくなれば新しい出会いを求めて婚活パーティーやマッチングアプリ、SNS を利用して人脈作りに励んだ。ありとあらゆる方法を使って新規顧客を捕まえて不動産会社に紹介した会もあり、月に 1,2 件は紹介料が入ってくるようになった。京子さん、これで僕は家族の暮らしを楽にしてあげれるんでしょうか？ええ、奥様も喜ばれると思いますよ。お子さんの学費対策にもなりますし、買っておいて損はありません。家賃収入で120万入ってくるようになるんですね。はい、この会社は信頼できますから。ありがとうございます。これで商談成立です。ご家族の幸せを心よりお祈りいたしますわ。本職よりもこっちの方がお金になりそう。私は黒瀬さんと同じように退職し、不動産コンサルティングの看板を掲げて不動産会社に顧客を紹介する仕事を始めた。私はすっかり不動産コンサルの仕事が板についてきた。誰でも老後の資産、不労所得、将来の保険という言葉を出せば面白いほど引っかかってくれる。でもまたあの和夫とかいう顧客、どうされましたか？京子さん、家賃収入どころか大赤字じゃないか。どうにかしないと借金で。今は辛抱の時です。もう少ししたら資産価値が上がりますから。では京子さん。ったく、うるさいハエだね。仕事は順調だった。だけど儲かるにつれてうるさい小バエの数もわらわらと増えていった。私の元顧客たちは被害者の会とやらを立ち上げて裁判を起こすと騒ぎ立てている。私の主人を返して。あなたのせいで主人は借金苦で命を絶ったのよ。私は紹介しただけです。契約を決めたのご主人の方ですよね。あなたは。許さない。被害者の会が声を上げたことで私は身柄を拘束されてしまった。ひとまずの逮捕理由は無免許で不動産営業に関わることをして収入を得ていたかららしい。私は不動産会社に買い主を紹介していただけなのに。契約成立のために尽力して報酬も受け取っていたため無免許営業に当たると言われて懲役刑を受けてしまった。懲役刑にはなったけど、被害者の会の悔しそうな顔は笑えたな。被害者の会は私に厳罰を望んでいたけど、証拠不十分で彼らの求めていた結果にはならなかった。私は紹介しただけだもの。契約を強要した覚えはない。ま、私の独り勝ちってことね。出所した私は30代後半になっていた。まだまだ人生これからだ。刑務所で稼げなかった分、また頑張って稼がないとね。俺たちはお前を許さない。あなたのせいで私は主人を失った。もうどうなってもいいの。だからあなたもどうにでもしてやれるわ。さあどうしてあげましょう。奥さん、あんたはここで帰るんだ。でも私はもう。あんたにはお子さんがいるだろう。こんなクズのためにお母ちゃんが手を汚したらかわいそうだ。ねえ、知ってる？このマンション事故物件があるらしいわよ。顔の潰れた女の霊が出るって噂の部屋よね。部屋番号は確か10…薄気味悪い部屋だな。でも格安なのはここしかないし仕方ねえか。くそ、ワンルームマンション通して自己破産して離婚する羽目になるなんて。この物件も限界だな。次はどこの物件にする？そうね、家賃の踏み倒しも6ヶ月目で管理会社がうるさくなってくる頃合いだし引っ越さないとね。卒業してもうすぐ高校が始まるってのにまたいつもと同じパターンかよ。おいお前、父さんどうかした？まあ、ともやったら盗み聞きなんて悪人のすることよ。私たちのような立派な両親のもとに生まれてきたのに。立派な両親、冗談だろ。盗
盗み聞きしてたんならわかるよな。明日は夜逃げだ。荷物まとめておけよ。俺の名前は智也。中学を卒業したばかりの16歳だ。ひーふーみー。あー、今月の収入は87万だ。これでまた利益が増えたな。築40年の全6棟のボロアパートを最低限のリフォーム費用に抑えて、家賃5万プラス管理費4万を回収するだけで最低月108万は入ってくるし、楽な商売だよ。入居者の居室チェックで修繕費も思っていたより高く吹っかけることができてよかったわ。アパートの購入費用が2000万、リフォーム代が200万、35年ローンが10年で完済できたし、年間の維持費88万を差し引いても年収は1200万だものね。表向きの家賃は1部屋5万だしな。たくどこが立派な親だよ。お金の取り立てでは今月分の管理費4万をお支払いいただきましょうかね。あと先月分の家賃が引き落としに間に合っていなかったので遅延損害金を上乗せして15万の支払いをお願いしますよ。はあ？だって契約してますよね。家賃が引き落としに間に合わなかったら遅延損害金も支払う契約ですし、不満があるならすぐに出て行ってもらってもいいんですよ。早期契約解除の違約金と部屋のクリーニング代で80万ね。抜き打ちの部屋チェックでは早い、お部屋のチェックさせてもらいますよ。あらあら、まあまあ、これはいけませんわね。あー、なんてこった。先月直したばかりなのにもう壁を傷つけるなんて。どこにも傷なんて。ここにあるじゃないですか。ここ、画鋲の穴一つで。これは壁の修繕が必要ね。来月は修繕費の10万もお願いね。俺の両親は不動産経営による家賃収入で生計を立てている。しかしその裏では様々な不正を使って利益を上げていた。それでもなお捕まらないのは入居者が口を閉ざしているからだ。両親が入居させるのは普通の賃貸では入居審査に落ちるような訳ありの人ばかり。家出した未成年や配偶者から雲隠れしたい人、まとまった収入がない人などをターゲットにしている。入居者は住む場所を得る代わりに水商売や危険な仕事に駆り出されて搾取され続けるんだ。しかも両親は妙に用心深くて、入居者に居場所がバレないように短期間で引っ越しを繰り返す。自分たちも不動産経営をしているくせに家賃は踏み倒し、部屋も荒らし放題のまま夜逃げする。両親曰く夜逃げすることは決まっているんだから家賃なんて払う必要はないだそうだ。金を握らせる人間さえ間違えなければ不都合な情報はいくらでももみ消せるとまで豪語している。そのせいで俺は転校ばかりで友達すらいない。このままだと俺も将来は搾取される側の人間か。これで俺はもう自由だ。あんな奴らに搾取され続けて生きるくらいならホームレスになった方がマシだ。とりあえず50万あるし、しばらくはしのげるか。でもどこに行けばいいんだ。いった。おい、どこ見て歩いてんだ。すいません、ぼーっとしてました。お前家出だろ。おいおい、警戒すんなよ。俺はお前らみたいなガキどもを何百人も見てるから分かっただけだ。どうせ行く当てもなくて困ってたんだろ。はい、運が良かったな。ここは俺の管理する東横キッズのテリトリーだ。助けてやるよ。今日はひとまずここに泊まりな。ありがとうございます。でも俺お金ないし。あれ、大地さんまた拾ってきたんですか。今夜は5人で泊まれってことっすか。さすがにもう狭いっすよ。黙らんか。誰がお前らの宿泊費と生活費を出してやってると思ってるんだ。はい、大地さんです。明日のバイトも頑張ってきます。お前ラッキーだったな。大地さんは出世払いで面倒見てくれるし、危ねえことはさせないから安心して過ごせるぞ。俺はお前たちの保護者代わりだ。ともやは4月から高校に通うはずだったって言ってたよな。俺が卒業までは面倒を見てやるから、高校だけはしっかり通えよ。この紙は付け払いと出世払いの同意書と契約書だ。卒業までは俺が金を立て替えてやるから安心して
ときな。ありがとうございます。いいってことよ。高校ぐらい卒業しとかねえと就職すんのも大変だからな。俺たちは東横で生活してるが、危ない橋は渡らないことをモットーにしてる。ここでは仲間同士で助け合って生きていくんだ。お前今までクズみたいな親元でよく頑張ってきたな。偉いよ。これからは自分のために生きていいんだ。頼りねえかもしれないが、困ったことがあればいつでも俺に相談しな。ありがとうございます。俺太一さんのためにも頑張ります。ここでの生活に慣れたら他の奴らの仕事もバイト感覚で手伝ってやってくれ。仕事？元気の出る魔法の薬があるんだよ。それを売るのもここで生きていくためには必要なことなんだ。高校の卒業式が終わった後、太一さんが卒業祝いにスーツをくれた。友也、おめでとう。無事に卒業できてよかったな。よく頑張った。これは俺からの卒業祝いだ。太一さん、ありがとうございます。俺3年前に太一さんと出会えて本当によかったっす。おお、俺が紹介してやった不動産の営業マンも頑張れよ。友也が高校卒業までにかかった金は、生活費が月10万、教育費が150万で、総返済額は588万だ。返していけるか？もちろんです。借りたものはきっちり返しますよ。友也は本当に努力家で偉いよ。親元にいたら卒業を祝ってもらえることもなかったんだろうな。俺家出して本当に良かったよ。卒業した俺は先輩について不動産営業マンの極意をしっかりと学んで、今日も不動産投資に興味のある顧客相手に営業トークを行っている。不動産投資の良いところは不労所得で老後資産を形成できることです。管理はこちらでしますので、お客様は何もせず家賃収入を受け取るだけです。生命保険代わりに利用される方もいます。物件を持っていれば節税にもなりますし、万が一赤字が出ても還付金が出るので心配いりませんよ。友也君、君の営業成績は本当に素晴らしい。いつもトップだ。どうやったら1ヶ月で6000万も売り上げが出せるんだよ。実力だ。俺の給料は基本給だけなら400万程度だが、去年は5億の売り上げを出してインセンティブでさらに1000万の収入を手にしている。太一さんには毎月10万ずつ返済し、残りの返済額もわずかとなってきた。年収が増えてきたことをきっかけに始めた不動産投資も順調で、俺は全10棟で1部屋の家賃が4万の中古アパートを所有し、毎年400万ほどの副収入も得ている。管理会社に委託料を支払い、管理費などを引いても十分な金額が残るのだ。ローンの返済が終われば利益はもっと増える。不動産の知識がある俺は絶対に失敗しない。一方でろくな知識もないのに、不動産投資に手を出した過去の顧客たちから相談の電話が来るようになっているのが煩わしかった。プラス収支どころか年40万の赤字が出ている。それは今だけですよ。ローンを完済してしまえば老後の不労所得になります。頑張りましょう。部屋を破損させたまま家賃を踏み倒した客のせいでリフォーム代200万の赤字が出た。管理会社が事後報告してきて勝手に見積もりを取って修繕費まで要求してくるのが納得いかない。あなたはオーナーなんだから出すものは出すしかないでしょう。サブリース契約で2年ごとに家賃の見直しがあるなんて知らなかった？説明を受けた記憶がないと。契約書に目を通してサインしたのはあなたでしょ。ったく、知識もないくせに不動産投資なんて始めるからだろ。俺は過去のカモになんざ用はねえんだよ。ある時一本の電話が入ってきた。それは俺が所有しているアパートの管理会社からで、住民トラブルが泥沼化していて困っているという内容だった。とある部屋の住民が毎晩友人を呼んで深夜遅くまでどんちゃん騒ぎをしていて騒音トラブルになっていたそうだ。管理会社のスタッフとアパートの様子を見に行くと悲惨なことになっていた。この部屋の住民はそれが夜逃げしたらしく。はあ？家賃の踏み倒しから夜逃げまでは連絡になかったぞ。すんません、こちらで対処できると思っていたのですが、近隣の入居者は騒音に耐えられなくてこの2ヶ月で4世帯ほど出ていきまして。ふざけんな。こっちは利回りまで考えて物件選んでんだぞ。管理会社ならしっかりやれや。マジかよ、修繕費にいくらかかるんだ。夜逃げと出ていった入居者を含めると入居率は 50% になる。入居率 50% で得られる家賃収入は月20万、年間の家賃収入も240万と大きく下がってしまう。どう
すんだよこれ。なあ大丈夫か。お前の担当していた顧客が借金苦で命を絶ったりホームレスになってるって話が業界内で出回ってるけど。知らねえよ。昔の顧客のことなんざ忘れちまった。顧客の数も多すぎて誰が誰だか分かんねえし。おいおい、なことよりも俺は自分の問題で手一杯だ。用がないならあっち行け。はいはい。さてどうするかな。なんだ今業務時間だぞ。すんません、入居希望者のことでご相談があって。入れればいいだろう。どっかのポンコツ管理会社がしっかり対応しなかったせいでこっちは赤字の危機に直面してるんだぞ。すんません、ただ問題がありまして、仮にも単身者用の部屋に夫婦二人で入居したいそうで、身なりもみすぼらしくて。いい、とりあえず入れろ。支払いが一度でも滞るなら俺が直接話をつけに行く。今優先すべきことは家賃収入の回復だ。とっとと入居率を 90% くらいに持っていかないと赤字になっちまう。管理会社の不安は当たり、新しい入居者はすぐに家賃を滞納し始めた。おい、まさかあれが。はい、まだ1ヶ月だというのにすでに近隣の入居者からクレームが来ています。あいつら。話をつけに行くのはやめた。その代わり家賃を3倍に釣り上げろ。払えないって言うなら増物を売ってでも回収してやるって脅しとけ。そんなことしたら警察に駆け込まれませんか。いや、あいつらは警察には行けないはずだ。なんせ余罪が山ほど出てくるはずだからな。俺は両親にだけ高額な家賃を設定し、しつこくこわもての男を送り込んで家賃の催促をした。年老いた両親は家賃の取り立てに来ている男には勝ち目がないと分かったためか、おとなしく家賃を支払っていた。抜き打ちチェックも実行し、その都度何らかのあらを見つけて高額な修繕費もぼったくってやった。アパートの廊下と駐車場には防犯カメラを設置し、両親の行動も監視した。あいつらがおとなしく家賃を払ってやがる。今度は俺が搾取してやるよ。半年後、俺は頃合いを見て両親の部屋を訪ねた。これまで通りのパターンならそろそろ夜逃げをする時期だからだ。友や、無事だったのね。私たちがどれだけ心配したと思っているの。俺の心配を。こいつらが。今まで心配かけてごめん。それで今は何をしているんだい。収入はある。働いてる。俺たちはな、もう金がないんだ。不動産投資バブルが弾け飛んで今細々と暮らしてる。それ嘘だよな。金がないのになんで毎月12万の家賃はしっかり払えてんだよ。なんでそれは。このアパートは俺の物件なんだよ。ももや、親からお金を巻き上げてたのかい。あんたたちのことを親だと思ったことはない。どうせ夜逃げの相談でもしてたんだろ。部屋から出ていく前に早期退去の違約金を支払ってもらおうか。支払わなかったらどうなるか分かってるよな。まだ体は大事にしたいだろう。すまなかった。でもお前のことを心配していたのは本当だし、会えてよかったと思っているのも本当なんだ。私たちが破産したのも本当なのよ。家賃は貯金を切り崩してやっとの思いで。ごめんね友也、ごめんね。父さんも母さんも老けたな。なんて惨めなんだ。お前たちとはもう関わりたくないんだ。早期退去も違約金とかもさ、もうどうでもいいよ。だからさっさと出て行ってくれ。友也、父さんと母さんを許してくれるのね。は？友也、父さんとお母さんは望み通り出ていく。だから手切れ金をくれ。そうよ、15歳まで育ててあげたんだから最後に恩返しくらいしなさい。少しでも同情した俺がバカだったよ。クズは一生クズなんだ。太一さん、すいません、どうしても相談したいことがあって。俺これからどうしたらいいんでしょうか。後悔はしていません。でも処理に困ってしまって。ああ、どうしようもねえな。諦めて捕まるんだな。嫌です。こんなクズのせいでこれまでの経歴に傷がつくなんて。
なんで警察が。いたぞ、取り押さえろ。あなたが通報者の太一さんですか。ご協力いただきありがとうございます。犯罪者に付き合えるわけがないだろ。智也の返済は終わってるからもういいよ。どうしたですか。いや普通に考えろよ。事件が起きたアパートの資産価値なんてガタ落ちだろ。これ以上リスクを犯して何かいいことがあるのか。ま、仕方ないな。投資リスクはつきものだし、お前は罪を償ってからまた出直してこい。その後俺は5年の懲役刑が課せられた。投資用に所有していたアパートは事件の後に入居者がほとんど出て行ってしまい完全な赤字だ。それでも俺は両親を手にかけたことを全く後悔していない。これでやっと自由になれたという気持ちの方が強かった。太一さんのことはあれからよく考えてみた。きっと太一さんは下手に逃亡や隠蔽をして罪を重くするくらいならおとなしく捕まった方がいいと判断したのだと思う。太一さんは俺のことを裏切るはずはない。出所した俺を出迎えてくれたのは太一さんだった。太一さん。よう、元気そうだな。今後のことについて一緒に考えようぜ。お前が元の仕事に戻ることは難しい。アパートを抱えたままだと赤字が増える一方だろう。どうしましょうね。自己破産しな。借金をゼロにして一からやり直すんだ。この人はやっぱり俺のことを見捨てたりしない。太一さんの助けを借りて自己破産した俺は。おいスイール、とっとと潰れた顔を持ってこいや。吐いてねえでキリキリ動け。指を切り落とすのも忘れんなよ。指紋認証に使わなきゃならねえんだから丁寧に扱えよ。は、太一さん、これ今月分です。いや、お前の月はもう払い終わってるんだし自分で持っとけよ。いや、俺の気持ちなんです。東横の後輩たちのためにでも使ってください。ありがとうよ、受け取っとく。お前まだ投資用キッズの育てをやってたのか。人聞きの悪いこと言うなよ。俺は居場所のない子供たちの保護者代わりになって大事に育ててやってるだけだっつの。キッズたちは俺のために出したいから金を出すんだ。それを育てって言うんだよ。ほんと子供の心につけ込んで悪どいやつだな。チャンネル登録はもうしてくれた？よかったら他の動画も見てみてね。動画の感想もコメント欄で待ってる。